今回は、ピッチングにおける、くの字ステップの練習方法について紹介していきたいと思います。皆さん、くの字ステップってご存知ですかね結構、最近だとプロ野球選手とか、それからアマチュアの選手でも、くの字ステップで、体重移動を行う選手が非常に増えていてですね。で、実際、くの字ステップをすると、結構、休息が早くなったりもしますので、できる方は、くの字ステップを練習してみてですね、自分のピッチングフォームに取り入れてもらえたらいいかなと思うんですけど、でも、注意しないといけない点も結構あって、その点を理解しておかないと逆効果になってしまう場合もあるので、今回はそういったピッチングで、くの字ステップがちゃんとできるようになるためにはどうしたらいいか、それから休息アップするためにはどうしたらいい とといいいいう内容をお話ししていきたいと思いますすのでどうぞよろししくお願いしますでまず最初に質問ですけど、クノジステップってまずどういうものか、え何をクノジステップというかというのは皆さん知ってますでしょうかそれからクノジステップをすることによるメリットというのはどんなものがあるか知ってますかそれからクノジステップの練習方法として具体的にどんなものがあるかご存知でしょうか、まあ、今あげた質問ですね、少しでもしえ、一つでも知らないものがある方はえ、ぜひですね、この動画最後まで見ていただきたいと思います。え全部知ってるよという方はです、ね、このえ動画見なくてもいいかなと思いますので、え知らない方はえ、ぜひですね、動画をご覧ください。 でまず最初に目次ですが、えー、くの字ステップとはというお話と、それからくの字ステップのメリット、そして、えー、くの字ステップの練習方法について紹介していきたいと思います。 普段ですね、私のチャンネルでは、ピッチングの体重移動の練習方法とか、それから千賀選手のピッチングフォームの解説とかをしております。えつまり、野球選手がもっと野球が上手くなるためにはどうしたらいいかとか、それから野球で怪我をしないためにはどうしたらいいか、みたいなんですねえ、皆さんの役に立つ情報を発信していますので、えチャンネル登録をしていただくと、あの最新の情報をしっかりとチェックすることができるかと思うので、え見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をお願いします。ではですね、まず、この次ステップについて説明をしていきたいと思います。 えくの字ステップっていうのはですね、まあ、あの定義っては別に決まってるわけではないと思うんですけど、まあ、私的にはですね、平身運動の時に、まあ、前足をひらがなのく、くの字に曲げてで、平身運動を加速させることをくの字ステップと、まあ、言うのかなというふうに思っております。まあ、これで大体は間違ってはないんじゃないかなと思います。で代表的なのは、やっぱり山岡選手が一番綺麗にくの字ステップできてるかなと思うんですけど、この平身運動、横に移動する時にですね、前足がこれくの字になってますよね、くの字。 を句、えー、の字ステップというふうに呼びます。 なので、このくの字ステップができると、山岡選手なんかは体も細いですし、身長も高くないけれども、まあ、そういった形で体をうまく使うことによって、急、ま、速、あ、アップをさせることができているのかなと思います。で、急速をまずアップさせるための考え方なんですけど、ちまた、あ、にですね、いろいろ急速アップさせるためにえ、こういったトレーニングをするといいですよとか、えこういった投げ方で投げると急速アップしますよなんていうふうに、いろいろあると思うんですよ。で、まあ、それをですね、まあ、もちろん全部正しいとは思うんですけど、多すぎてちょっとこんがらがってしまうと思うんですけど、まずですね、私的にはもう急速アップさせるためには、どうしたら かっていいいかかととううう、えー、運動学的的ににににバイイオメカニクス的にもう5つののポイントに絞られるのかなというふうに私は思いますでどういうことかというと、えー、まずピッチングというのは足を上げますよねで。この地球上にいる限り重力というのがかかるので足を上げて重心を高くすると、えー、重心を高めることによっていわゆる位置エネルギーと呼ばれる重心のエネルギーですね。えー、重力を使ったエネルギーを蓄えることができます。なので急速をアップさせるためには重心を高く上げた方がいいんですね。 でそれから、えー、今度は体重移動していきます。軸足から踏み込み足に体重移動していきますで。この平身運動のところ、この平身運動のフェーズになりますが、急、え、速、ー、をアップさせるためには、この平身運動を早く行うと、急、え、速、ー、がアップするというふうに言われていますで。今回紹介するくの字ステップっていうのは、ここのフェーズの説明ですね。ここの平身運動を早くすることによって、急速アップにつながりますよというような説明になります。 で今度前足が地面につきますよね。前足が地面についたら、よくですね、セパレートなんていうの最近言ったりするんですけど、や下半身と上半身で、昔からよく割れって言うじゃないですか。あれ最近だと、れ割れを、えー、英語でかっこよく言えばセパレートって言うんですけど、あのそういった割れを作ることが重要です。えー、下半身が動き始めるのに対して、上半身をしっかりと残しておくことによって、えー、上半身と下半身が分かれる、えー、ねじれができる。まあ、これをセパレートを作るとか、セパレーションとかで言ったりするんですけど、まあ、これがうまくできていると、給食アップにつながります。 続いて今度は腕が最大外線といって一番しなるフェーズですね。まあ MER とかって言ったりもするんですけどこの最大外線のフェーズに関して言うと、まあ、しなりがですねきれいにできてると急速アップにつながるというふうに言われています。 まあ何かというと、まあ、いわゆる鞭をイメージしてもらいたいんですけど、体をですね、鞭のように使えると、えー、先端が加速されるんですね。えー、普通にこう、ただの木の棒をイメージしてもらうと分かると思うんですが、木の棒をブンって振るよりも、無知をブンって振った方が、先っぽってめっちゃこう、無知の方が加速されませんなんとなくイメージって分かるかなと思うんですけど、なので、人間の体も同じように、しっかりとシナリオを作って、無知のように使えると、えー、強いボール、速いボールを投げることができます。逆に硬くて、木の棒のような投げ方をしてしまうと、速、えー、いボールを投げることはできなくなってしまいます。 そして最後,最後でかっこいい言い方をすればトリプルエクステンションなんて言ったりもするんですけど、まあ、トリプルってこう3つじゃないですか何を言ってるかというと、まあ、この、えー、股関節、膝、足この3つの関節を同時に伸ばすことそれをトリプルエクステンションと言ったりしますでこれは前足それから後ろ足もそうですね、まあ、山形ちょっと曲がってますけどこの足首、膝、股関節この3つの関節を同時にエクステンションこれ伸ばすっていうんですけど伸ばすことによって急速をアップさせることができます特に前足のキックバックは非常に重要で前足でグッと伸ばして膝を伸ばしきることによって、えー、上半身をより加速させることができます なので、この下半身の使い方がしっかりとできると、急速アップにつながると。なので、急速をアップさせたいのは、この5つなんですね。この,あの、いろいろたくさん出てるんですけど、急速アップさせる方法って。でも、えー、原点というか、もう原理原則で言うと、この5つに絞られるんですよ。まあ、いろんな急速をアップさせるトレーニング方法あると思うんですけど、それはそのトレーニングをすることによって、この5つのどれかを改善することができるんですね。 なので、まあ、ぜひ皆さんあのいろんなトレーニング見てみてください。急速アップさせる方のトレーニングとか、急、え、速、ー、アップをさせるトレーニングあのピッチングホームとかですね、えー。見てもらって、まあ、どれのことを言っているのかなっていうのを考えてもらえればあ、このトレーニングはこれを改善するトレーニングなのねとか、あこの投げ方、この練習方法はあここを改善するトレーニングなのねっていうのが分かると思うので、まずはしっかりと原理を理解することが重要です。なので、急速アップさせるなら、えー、重心を上げる、平身運動を速くする、セパレートを作る、それからシナリオを作る、それからトリプルエクテンションを行うですね。まあ、この五つのどれか、それからもしくは複合的に えー、しっかり改善していくことによって、えー、休息をアップさせることができます。ですから、皆さん急速をアップさせたいのであれば、えー、この5つをですねしっかりと意識してまずできるようになってもらえるといいんじゃないかなと思います。そして、クノジステップのメリットですね。クノジステップのメリットとしてはどんなものがあるかというと、まあ、先ほどもお話していますが、もう、ヘイ運動が早くなると。これが一番のメリットです。 でなんで平身運動が速くなるかというと、この膝を曲げて、くの字に曲げた状態から平身運動をすることによって、この足の裏をぐーっとこうキャッチャーの方に向かって伸ばしていけるんですね。そうすると、まあ、平身運動を速くするためにどうしたらいいかというと、この軸足がとても大事になるんですよ。で軸足でしっかりと地面を蹴る、まあ、押すことができると、平身運動が速くなりますで。もちろん軸足だけで蹴ってもいいんですけど、こっちの足でぐっと伸ばしていくことによって、まあ、反作用で、この軸足の、えー、足ですね、地面を押しやすくなるので、こっちを蹴ることによって、こっちを押しやすく するメリットがあるんですねなのでこの前足もしっかりとうまく使ってあげると、えー、平心運動軸足しっかりと地面をさらに強く押せることができて平身運動が速くなりますのでそこをですね是非意識していただきたいなと思います。 でまた、えー平あの、クノジステップのメリットとしては、あとこの足をですね、こ内側にひねるんですよ。この股関節を内側にひねることによって、ここの骨盤の開きを抑えることができます。で骨盤の開きを抑えることができれば、さっき言ったセパレートを作るところにもつながりますし、えー、体が開かなくなるので、ボールが抜けたりとか、それから肩肘の負担が増えたりとか、そういったのがなくなりますので、骨盤の開きを抑えられて、まあ、いろんなメリットがあるということが言えるかなと思います。なので、クノジステップはですね、あのできる方はぜひクノジステップでどん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 やってもらった方がいいんじゃないかなと思います。最近ではそっちの方が日本人の場合は特にですね、えー、クノジステップ ステップで体重移動する選手で非常に増えていてまあ、それは何でかというと、そっちの方がバイオメカニクス的に理にかなっているということが最近明らかになってきたからですね。まあ、昔の方はくの字ステップなんてやる人いなかったのでちょっとですね。まあ、頭の固いというかちょっと言い方悪いですけどえ、ちょっとですね。年齢が高い指導者の方はくの字ステップを嫌う傾向にありますえー、実際ですね。今も私関わってるんですけど、まあ選手がくの字ステップをま練習していて、私もそれでいいなと思って練習を指導してたんですけど、やっピッチングコーチで結構年配の方から、えー、なんだ。そのステップはつって。それじゃ力に入んねだろう。みたいな感じでちょっと指導されることもあったりとかして。 でちょっと、ね、あの皆さんのチームの監督とかコーチとかが、まあ、どういう考えかによってちょっと変わってきてしまうんですけど、まあ、あの頭の柔らかい指導者のもとであればぜひです、ね、このージステップで練習してもらった方がいいかなと思いますでもちろん反抗してまでやる必要はないかなと思うので、まあ、チームでうまくやってもらえたらいいかなと思います。 クのジステップのデメリットですね。まあ、ここまでメリットしか紹介しないですけど、悪いところって何かあるんですかっていうふうに質問を答えさせてもらうとえ、まずはですね、習得が非常に難しくなります。というのは何かっていうと、え普段普通のピッチャーであれば、軸足で地面を押すことだけを考えればいいんですけど、クのジステップっていうのは、この軸足で押すタイミングと、前足で切るタイミングを合わせなくちゃいけないんですよ。前足と軸足を両方に意識を持って、前足をしっかり使うタイミングで、まあ、軸足しっかり押すみたいな感じで、まあ、前足だけうまく使えばいいかっていうと、そういうわけじゃないんですね。軸足と前足をうまくタイミング く使わなきゃいけないのでこのタイミングがずれるとうまく力が伝わらなかったりしてしまうのでなのでこのくの字ステップを習得するので結構難しいんですよなのでデメリットとしてはまあ使い方が難しいっていうことがありますでまたくの字ステップ誰でもできるかっていうとそういうわけじゃないんですね、えー、くの字ステップが向いてる人と向いてない人っていうのは実はいるんですよで誰誰でも練習すればできるようになるってうわけではないので向いてない人がやれば逆にパフォーマンスが下がってしまう可能性があるのでそこは、ね、あのぜひ注意してもらいたいなと思います じゃあ、クノジステップが向いている人ってどんな人かっていうのを説明させてもらうと、えー、まず一つは股関節が柔らかい人ですね、えー。股関節が硬い人は絶対できないです。えー、股関節をこう内側にグッと絞るような使い方をするので、えー、いわゆる股関節が硬いというふうに一般的に言われている人も開脚ができないとか、いわゆる女の子座りができないとか、まあ、そういう選手は股関節が硬いので、クノジステップやろうとしても無理だと思います。なので、クノジステップする、股関節が硬いのに無理やりやろうとすると、怪我に繋がったりとか、逆にパフォーマンス下げる、えー、きっかけにもなってしまうので、なので、まずは股関節が硬い人は柔らかくするところから始めてみましょう。 それから全、えー、内側重心タイプって書かせてもらったんですけど、えー、重心のかけ方重心自分の体重のかける位置それから、えー、力の入れやすい体重の場所っていうのがあるんですねつま、えー、先の方に体重をかけた方が力が入れやすい選手と、えー、かかとの方に体重をかけた方が力が入れやすい選手それから内側に体重をかけた方が、えーえー、力が入れやすい選手それから外側に体重をかけた方が力が入れやすい選手っていうのがいます なので、そういったタイプによって使いやすさ、まあ、変わってくるので、なので、くの字ステップが向いてるのは、つま先に体重をかけた方がバランスが取りやすいとか、力が入りやすい、それから内側に力を入れる、内側に体重をかけた方がバランスが取りやすい、力が入れやすいという選手は、こういったくの字ステップが向いてるかなと思うので、まずですね、ぜひ自分で確認してもらいたいなと思います。 ね、確認方法、自分の確認方法なんですけど、まあ、簡単なのは、目をつぶってもらって、目をつぶった状態で片足で立ちます。で片足で立った状態から、もう自然にですね、真上に3回ぐらいポンポンポンってこう飛んでみてください。目をつぶって片足で3回連続でポンポンポンと飛ぶと。でそれで飛んだ時に、最初に立ってた場所からどこに移動しているか、これを確認してみてくださいで。体重が前の内側に乗りやすいタイプの場合、片足でジャンプした時に、斜め内側にジャンプすると思います。 特にジャンプする足に関してですけど、基本軸足でやってもらえれば大丈夫です。右投げであれば右足で立ってもらって、それで片足でポンポンポンって3回ジャンプしてもらって、目をつぶってこう立つ、一番先に立ったところから、斜め内側、前の内側に体重が移動していった人は、それはもう前、内側重心タイプですね。なので、そういった形でチェックしてもらうと一番分かりやすいんじゃないかなと思うので、ぜひ確認してみてください。 でここからですね、えー、くの字ステップをできるようになるためのストレッチや練習方法を紹介していきたいと思います。でまずは股関節のストレッチです、まあ。むしろ股関節のストレッチめちゃくちゃ大事ですえ。股関節が硬いと絶対くの字ステップできないので、まずは股関節を柔らかくするところから始めていきましょう。まあ、やり方としてはこういった形で前足をこう90度に曲げてもらって、まあ、その状態で体をこう前に倒していくストレッチです。まあ、こうするとこの曲げてる方の足のお尻の筋肉がこうじわーっと伸びてくると思うので、まあ、こうやって伸びてる感覚があれば OK です。 でまあ、ポイントは呼吸は止めないようにしながら痛気持ちいいなぐらいで行ってください。あの痛いところまで無理やりやるとですね、逆にこう筋肉収縮が入ってしまって硬くなってしまうので、まあ、力を抜いてリラックスした状態で行ってもらえれば OK です。大、ま、体、あ、いい20秒ぐらいは、ねまあ、右、左、まあ、両方3セットぐらい行ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、股関節のストレッチパート2ですね。パート2はこんな感じで、えー、左右にひねるストレッチです。まあ、座った状態で足をですね、内側、外側にまあ交互にこう動かしていくような感じ。90、ま、度、あ、に膝を曲げた状態で内側に倒す、外側に倒す,です。この時に内側に倒していくときに、このお尻がこう 角にに上がらないいように気をつけてくださいお尻はなるべく地面につけたままで足を左右,の左右に倒していく動きです。でこの時も、まあ、ももに力を入れるとか膝に力を入れるんじゃなくて股関節、この付け根から動かしていくイメージで行ってもらえたらいいかなと思います。で,っですねこれを、まあ1 2位という形で20回ぐらい行ってもらえればいいかなと思います。そしてもう一つ、3つ目ですね。股関節のストレッチ3つ目です。今度はさっきのストレッチ、こういうストレッチやりましたよね。このストレッチの後ろ足です。後ろ足を上に持ち上げます。そうすると、股関節をここに内線といって、内側にひねることができます。でこの時に内線筋とか小電筋とかですかね。その辺の筋肉を鍛えることができます。この膝を90度に曲げた状態で上に上げる。そうすると、小電筋とか中電筋の前側の全部繊維って言ったりしますけど、前側の筋肉を鍛えることができます。 まあ、そうすると股関節を内側にひねるのがしやすくなると思うので、ぜひこれもやってみてください。これも一応ですね、あの、軸足だけでもいいとは思うんですけど、まあ、バランス考えて両方やっとくといいですねで。それで10回ずつぐらいやってもらえたらいいかなと思います。そして最後、使い方の練習です。で、くの字ステップは、まあ、平身運動を早くするのが、えー、くのステップの、えー、メリットになるので、平身運動を早くする練習をしないといけないんですね。 で、すみませんあの、いい動画がちょっとなかったので、特に海外の動画っていうか、海外の、まあ、特にアメリカの人ですけど、あの、くの字ステップしない人が多いんですね。なんでかっていうと、アメリカ人って結構骨盤、骨盤じゃないですね。股関節が、まあ、ぜあの後年って言って、もう後ろにねじれている人が多いらしいんですよ。で、股関節が硬い選手が非常に多いので、アメリカ人ってあんまり、あの、ジ字ステップできないです。あれは、あの、やってないんじゃなくてできないんだと思います。股関節が硬いので、できないんですよで。日本人特有のフォームにはなるかなと思うので、まあ、ぜひですね、えー、練習してもらいたいなと思うんですけど、まあ、こういった形で、まあ、軸足に力を貯めたところから、一気に、 グンとこうドライブするというか一気に平身運動をしていく練習になるんですがこの時は普通に多分前足でこの人使ってますけどくの字ステップの練習なのでイメージは前足の足の裏をキャッチャーに見せるようにしながら体重移動してもらうといいかなと思います。 で、軸足でこのプレートをグッと蹴るんですけど、その時にこの蹴るタイミングで足の裏をキャッチャーに見せながら一気に伸ばしていく。という感じですね。だから前足を伸ばす力と後ろ足を蹴る力ですね。これが同時に同じタイミングでできるようにするのがコツです。で、これがうまくはまるとですね、前足で蹴る力と、それから後ろ足のプレートを蹴る力が合わさると、平身運動が一気に速くなるんで、ぜひですね、やってみてもらいたいなと思います。まあこれも20回から30回ぐらいやってもいいかなと思うので、ぜひあのコツをつかむまでやってもらえたらいいのかなと思います。 以上で、えー、今回の動画はおしまいにしたいと思います、えー。今回ですね、くの字ステップの練習方法というテーマでお話をさせてもらいました。で大事なのはやっぱり股関節をしっかりと柔らかくすることですね。えー、股関節が硬いと、全、え、然、ー、くの字ステップできないので、ぜひ皆さん股関節を柔らかくする練習を取り組んでもらえたらいいかなと思います。でくの字ステップがうまくできるようになると、えー、平身運動が速くなって休息アップにつながるかなと思うんで、ぜひですね、試してみてもらえたらいいかなと思います。で最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございますで。私のチャンネルでは普段こういった形で野球選手がもっとうまく野球が、野球が上手くなるためにはどうしたらいいかとか、野球で怪我をしないためにはどうしたらいいかみたいなテーマでお話をしていますので、 え興味のある方はぜひチャンネル登録していただくと最新の情報をすぐチェックすることができるかと思うのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。で、また皆さんぜひ悩みとかですね、こんな動画作ってほしいっていうものがあればぜひコメントお願いします。で、またこのクロスセットですね、やってみて練習してみてどうだったかもぜひ、ね、コメントで教えていただけると嬉しいです。で最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。